竹中香織竹中香織は、日本の詩人。本名、育三郎。兵庫県神戸市兵庫区出身。成果は裕福な富屋で、一歳の時、宝石用品賞の竹中家、養子に出された。兵庫県立、第二神戸中学校、関西学院大学文学部英文学科卒。画家の小磯良平は二中の同性作作品。彼の休息は竹中がモデルを務めている。 中学時代より北原白秋に傾倒し、近代風景、詩と音楽などの白秋主催の雑誌で詩人としての履歴をスタートした。1924年に北川冬彦、安西冬枝のあのグループと交流を持ち、モダニズムのスタイルの影響を受ける。1925年、第一詩集木鉢と花粉を発表する。1924から1926年まで、 ヨーロッパに留学する。1926年に、近藤アズマラの商用により、首都城に参加する。1932年観光の詩集、造毛海岸中のラグビーは、当時流行したシネポエムのスタイルをとり、モダニズム史の代表的成果の一つと評価されている。しかし、モダニズム的都会趣味の真には常に洗練された叙情があり、 モダニズム誌のフォルマリズム的傾向とは一線を画した。1930年には、四季の導入になっている。戦後は、秘策とともに、雑誌、麒麟の創刊編集、多数の効果作詞など、児童誌の分野での指導育成に尽力した。1982年3月7日、脳内出血のため、神戸中央市民病院で死去。改名は、春光院四川、育道子寺 兵庫県内の学校を中心に、数多くの校歌の作詞を行っている。竹中香るから言ばんく、大塚明、文学者総コケロック図書館137ページ、竹中の母校、大正5年卒業時は、神戸市立入江神城小学校。補作、足立健一、著、教伝、竹中香薫248ページ、足立健一、著、教伝、竹中香る302ページ。 ありがとうございます。